はい、今日はね、朝から回ってんだけど、大変でございます。キトラコンにやってきたんですけどね、キトラコンは高取町と思い込んどったんでね、予定なかったんだけどね、急遽ね、さっき講演会に行ったら、いや、飛鳥村ですよということでね、飛鳥村らしいですわ。でこれ言っとかない感じでしょ。詩人の神。キトラコン、こっちですね。キトラコン。まだこっちか。こっちですね。お、キトラコン入り口。はい、キトラコンやってきましたけど、健康いつかここ見えるのかな、ここから。見えるやろな。健康いつかここはどっちかな、こっちじゃないな、反対側やな。こっちですけどね、見えないかな。はい、どうもね、見物がここは見えません、ここからは。見えない。ああ、風邪。干拓湾ね、はい、干拓湾。干拓湾でこの詩人が取れるらしいんですよ。ね。わからんな。これは製図かね。すごいね。これが鳳凰かね。いやー、綺麗ね。なんかわからんな、これは。おお、目の前に。目の前でございます。キトラコンでございます。ちょっと小ぶりでございますけどね。高松塚のところでちょっと小ぶりだけどね。高さちょっとあんねんけど、ま、上のマウンドがね、ちょっとね、小ぶりなんですよ。遠球かね。いつ出てきたんかね。昭和の時代ですね。昭和58年って書いてあるからね。ああ、これ見えんな。これは模型でございます。こんな感じで。修復整備をね、修復整備が綺麗にできてるけどね、なんか終わってたような気がするんだけどね。はい、じゃあちょっと行きましょうか。ここからもう一回見てみましょうかね。健康にするかここ見えるかね。いやー、やっぱり見えんか。はい、見えませんでした。健康にするかここは。残念でございました。
じゃあ、はい、残念でございました。はい、ありがとうございました。健康率がここ見えません。